ミケランジェロ・グリゴレッティはイタリアの画家である。現在のフリウリ・ベネツィア・ジュリア州のポルデノーネの貧しいに生まれた。ナポレオン戦争の時代を経て、ポルデノーネがオーストラリアの支配下となった時代に育った。オーストラリア軍兵士として8年間勤めた後、1820年にベネツィア美術アカデミーに入学した。美術アカデミーでは新古典派の画家のテオドロ・マッティーニア、 ポリティの弟子となった。八百三十年にアカデミーでの修行が終わると、教会の装飾画の仕事の依頼を受けた。八百三十五年にローマに旅し、十六世紀の画家アンニーバレカラッチや、十七世紀の画家グイドレーに、ドメニキーノ、グエルチーノラの作品を研究した。同じ頃、ポリティア、ナターレスキアボーニ、ルドビーコ・リッパリーニとトリエステの教会の装飾画を、 描いた。ローマでの修行を終えると、ベネツィアに戻り、1838年に、ベネツィアを訪れたオーストリア皇帝フェルディナント一世に、配謁し、皇帝から作品を注文された。完成した作品は、王室のコレクションに加えられ、グリゴレッティの評価を高め、ウィーン美術アカデミーの会員に選ばれた。ウィーンに旅し、オーストリアの画家、フェルディナント・ゲオルク・バルト・ミュラーや、 フリードリヒホンアマーリングと知り合った。1850年にベネツヤア美術アカデミーの教授に選ばれ、没するまでその仕事をした。教えた学生には、チェーザーレ・デラクア、トランクイッド・クレモナ、ジャコモ・ファブレット、フェデリコ・ザンドメー・ネギラがいる。ありがとうございます。